いっす。あーどうも。あーどうも。なんか疲れたな、ね、11月。まあ9月からずーっと会うたび疲れた疲れたって言ってるね。なんか夏バテが響いてね、今年は。で、夏好きこうちゃんって言われてたんだよ。いやもうやっぱ40もね、過ぎてくるとね、きついね、あの日差し。日差しにやられてる。日差しはいいとしてもなんかやっぱ体がさ、ヘルフだね。ダメ。なんかこう体をさ筋肉つけるみたいに言ってさ、こうなんていうの、あの夏バテをさ乗り切れるようなさ、鍛え方みたいなのないのかね、内臓。栄養補給してないだろうね。ビタミン入れたりってこと？ビタミン B とかさ。でもなんかそんな効きそうにない気がするんだけどな。俺も注射打ったりいろいろするけどね。その時だけだもんね、元気の。あ、長続きはやっぱしない。しないね。だってクラトロ最終日の俺見たでしょ。見た。ステージの時は元気だったけど、終わったらもうぐたーで、あれも注射やったからさ。あ、そうなんだ。シャブでやったからね。あれは何？ニンニク注射みたいな。ニンニク注射。栄養ドリンクあんじゃん、ユンケユンケみたいな、あんなのより全然効く。それ効くよ。てきめん飲むのと血の中に混入するの。ああ、そうなんだ。最近小田君の口癖、ライブ終わった後はこのまま担架に乗せて打ち上げ会場まで運んで、そっちかいみたいな、ね、疲れちゃう。まあやっぱ昔よりもライブ頑張ってるもんね。まあそうだね。あと、明らか本数がさ、多いし、多くなってきたし。で、昔はやっぱ頑張っちゃうんだよ。その何がそうさせるのか分かんないけど。まあ多分残り少ない人生だろうね。まあ、そうだよね。頑張っちゃうんだよね。うん、それがこう頑張らせるんだろう、ね。焼肉食い放題における残り15分ってことでしょ。そうそうそう、まさに、ね、もういいだろうって思うんだけど、ついつい箸がね。そう。あの小田君と行ったモーモー牧場の時のね、そう残り10分の時のしゃぶしゃぶで、そう、ね、もう一皿ってことでね、でタレまで変えるね、あの心意気。そうなんだよね。でも箸は一向に進まないみたいなさ。最近行かないの、行くよ今度。モーモーなってお前、出来たての頃の俺たち見てよ、小田君。行ったね。年がら年中、モーモーだよ。モーモーコレクターズって言うの、ね、モーモーコレクターズだって、ほんと。ビリーアイドルの曲にもあったもんね。もうほんと、スタンガルモーモーはヒーローズって感じだよ。ほんとに。年中行ってたね。行ってた。あまりに行きすぎて、小田君とメニュー見て、あれ、すき焼きって何だっけ、しゃぶ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 と。で、疲れた目で二人で、今日どっちにするって。初期は焼肉だったよね。そう、焼肉があった。初期は3種類だったんでね、それが2種類になって、もう今日はどっちにするっつって、2種類しかねえだろう。すき焼きでさ、しゃぶしゃぶやろうぜっつって、すき焼き頼んで肉シャシャって食ったりしちゃう。そうもう最後は遊びだもんね。遊び。でもあの頃並んでたね、もうね、並んでたよ。だって変な椅子みたいのが置いてあってさ、そうだよね、外まで歩いちゃったじゃん。まだ景気良かったね。景気良かった。今も CD 売れてたもん。売れてたね。池袋交差点24時。そういえばさ、小太郎くん。ちょっとホットなところでさ、俺の同窓会の話聞いてくんないの？いいしてよ。あの、ステージでちょっと何回かしちゃったけど。いいじゃないよ、ね。これは25年ぶりにさ、はい、あれあったんですよ。うん、深谷高校の同窓会が。はいはいはい、あの、ほら、石田くんを追いかけてってみんなが遭難した。したね。あの、秩父でね、あの高校の2回目の同窓会があったんですよ。はいはい。でまあ、ヤクザの息子はヤクザになり、家業だろ、家業を継いでね、でまあそれぞれですよ、で、まあ、3分の1ぐらいあの出席してね、でまあ俺の噂はもうみんなの耳に入ってて、なるほど。で加藤歌ってくれと、はいはい、感じから、はいはい、ね、もうリクエストはもう1週間前に入りまして、なるほど。でほら、あのコレクターの前身バンドバイク、はい、一緒にやってたのがちょうど深谷高校の三村君だったんじゃない、うん、じゃあこれ三村君と二人でこう弾き語りがあるのが、なんかこう同級生的にも美しいんじゃないかと。なるほど。そしたらこれが前日ドタキャンと。あ、三村君得意のね。うん、三村君がもうここでちょっと仕事行けないってことになって、これ俺弾き語りですよ。はいはいはい。これちょっとなかなか俺弾き語りっていうのはあんまやらないんで。やんないよね。うん、なおかつ同級生の中にね、羽鳥薫って言って、誰よりも世界を止めてる好きな男が一人いる。うん、これ中学の同級生なんだけど、俺よりも先に世界を止めてをカラオケで歌うんですよ、みんなの前で。なるほど。そいつはね、自分の結婚式でもなぜか歌ったんだ。世界を止めて歌った、自分で。なるほどね。
そんな男が来る、うん、来るとなったらね、アマチュアに負けてらんないでしょ、うん、まあそうですね、これはちょっと俺も頑張ろうと、うん、プロをね、うん、見せつけてやろうということで、うん、まあ、ギターも持参ですよ。なるほどね。譜面台も買いましたよ。あ、そう。あのリハ、コウタル君に分かってたんで、あのリハの後に。知っちゃう、そうなんだ。うん。ミュージックランドキーに行って。キーで。うん。一番安い980円の譜面台買って、うん、で、少し前に、うん、あのほら、ぶっつけ本番じゃほら、おっかないし、まあね、で、コレクターだってなかなかほら知らないじゃない。うん、だからちょっと、実家でね、なんか歌のこう、チョイスしていこうと思って、うん、3時間ぐらい前にさ、実家行って、で何歌ったらみんな受けるだろうなと考えたんだよ。なるほど。で孝太郎君もさ、うん、ほらユーミンとかの卒業写真がいいとかって言ってたのよ、まあ、そうだね。で、うん、ほら卒業写真歌しかねえなと、うん、でこうネットで調べたらさ、うん、今便利だね、こうキーとか出てくるのね。出てるね。だ F なんだよ、 F キーが、はい、これ高いんだよ。そうでしょう、うん、まあユーミン女性だからね、うん、これキー合わせしなきゃいけないってことで、うん、カポ持ってさ、カポね、しかも実家だよ、うん、大声で歌ったりさ、ちょっと周りにも近所に迷惑になりそうだから、うん、まあ、一番ちょっと奥の部屋がいいかなと思ってさ、おじいちゃんおばあちゃんの家が飾ってるさ、うん、もう畳の間でさ、うん、譜面台広げてさ、うん、譜面台立てて譜面広げてさ、うん、でキー合わせとかしてたんだよ、うん、じゃあね、親父がね、うん、ヘルニア2週間ぐらい前に腰のヘルニアやってね、なんか家にゴロゴロしてるって噂聞いてたんだよね、うんうん、でもなんか見当たんなかったんだよ、うん、でそのひいおじいちゃん、なんかおじいちゃんおばあちゃんおばあちゃんおばあちゃんが騙せされた金貨みたいなのが飾ってある部屋でさ、はいはい、切り合わせしてさ、うん、なんかこうユーミンの歌やってさ、うん、もう大声で歌ってさ、うん、あーっつって悲しいとかだ、これダメだなーつってカポをだんだんずらしててさ、うん、あここだっつってちょうど D ぐらいでさ落ち着いたわけだよ、はいはい、でこう歌ってさ、あーっつってノーマルやってさ、でコレクターズの歌もやんなきゃいけないじゃん、はい、コレクターやったりとかいろいろやったんだよあれは難しいと思ってコレクターのイントロね、難しいよ、いやだだだだ、これ弾きながら歌えねえなと思って、うん、でみんなしみるな、未来の形がいいなと思って、うん、で未来の形でこの2曲で勝負しようっつって、うん、大声で2時間ぐらい歌ってたんだよ、うん、なっつって、うん、でガラッて開けたら隣茶の間になって、うん、茶の間で腰抱えながら、うん、親父がお茶飲んでた緑茶飲んでて、うん、久しぶり歌うのかって、うん、歌うんだって言って行ってくるって言って、その前に出かけたんだ、うん、で行ったら時間がさ、ああいうのってアバウトじゃん、うん、そうなの、あの5時って決まったんだけど、うん、ホテルの、うん、あのなんとかの間っていうところでやるから、そうか、結婚式が入ってんのよ。なるほどね。前の時間まで、うん、それで結婚式がさ押したりするじゃない、はいはい、それでさ押してるからさ、で案の定押してたの実際、はいはい、うん、で行ったら久しぶり今準備してくれって言うんだよ、うん、知ってるえっつってみんな花嫁とかこう退散してさ、うん、まだ親戚がホールに残ってる状態の中で、うん、俺マイクスタンド立ててさ、そこでさ、うん、サウンドチェックだよ、はい、で何歌ってんだよ、まあ、ちょっと持ち歌歌うとバレるかなと思ってビートルズの歌とか歌ってたんだけど、ガラ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 やってんの、はいはい、それをさ、なんか滝田君いるでしょ、うん、ロボットケージ系、ロボットケージね、あいつがさ携帯の動画って撮ってたんだよやるじゃんロボットケージ、ロボットケージでしょ、うん、でその動画送ってくれたら、うん、何あれ横向きなんだよね画面が、あそういうもんだろ、いや分かんない、コンピューターに送って再生したら、うん、俺真横で歌ってるんだ、ああそれあの位置をねこれ横向きで撮ったんでしょ、だからよ、あそうか、うん、最初から横向きで撮っちゃったのか、画面をこう、うん、いわゆる映画館フィーリングで見ようと思って、うん、iPhone でもないのに、そうなるほどね、 iPhone だとそうか、そうそうそう、あの横のまま横のまま、うん、いいね iPhone ね、うん、だから横のまま撮ってんだ俺、そういうことね、うん、それ送られてきてさ、うん、でまあ始まって、うん、でまずあれ恐ろしいのはさ、もう50になるとさ死んでんだよ、あ同級生が、ね、同級生が何人もで始まる前に黙祷だからまずこんな同窓会あるコウタル君、いやいや俺同窓会やったことない、やったことないの、うん、初めてだよ、3年1組何々君死亡みたいな感じでこう読み上げて、うん、あ黙祷だろうな、でも死後に亡くなってて、まず黙祷から始まったんだから終戦記念日みたいな感じで始まったわけだよ、同窓会かね、暗いね、暗いんだよ最初から、で全然こう盛り上がる雰囲気もないまま、うん、感じが来て盛り上がんないからそろそろ歌ってくれなって言うんだよ、うん、で俺が注入してる最中に、うん、もう加藤君ですって言っても誰もさ、うん、シーンとしてるわけ、うんうん、
定地区レコードでデビューしてやんだかんだって結婚式と一緒だよね。だ聞いちゃいない。でもその時に矢沢永吉にって瞬間だけ振り向くんだよ、うん、っつって、うん、俺もコメントして、うん、じゃあみんなのために、うん、50年も経ったんだから、うん、じゃあ自分の持ち歌よりも卒業写真聞いてくれっつって、うん、始まった瞬間にみんなおしゃべりで、うん、誰も聞いてない、ね、これ一番前に座ってた担任の大沢先生だけが拍手だよ。そうか、卒業写真で手拍子だからね。おばさんたちも聞かないの？聞かない、聞かない。本当に見事にそれも動画で撮ってロボットケージが、ロボットケージがこれ動画アップしてもいいの？した方がいいんじゃないの？横に歌ってんだよ俺が卒業写真で。横でもいいよ。しかも同窓生の顔と顔の間ぐらいから俺が写ってんだよ。いいよそれ、ちょっとロボットケージアップさせてやそれ。ちょっと俺持ってきてるからさ、うん、これそれ見たいよ。すごいんだよ。もう衝撃の結婚式、もう頭きて最後さ、あれシーミンの歌ってさ、うん、なんだっけ、あなたは私の青春そのものとかさ、うんうん、もうやけくそでさ、うん、あの薫ってほら世界を止めてたやつはさ、うんうん、中川さんってやつに惚れてたんだよ、うんうん、だから暴露しながらさ、中川さんは薫の青春そのものって全部俺言いまくってさ歌ったのに誰も振り向かないっていう、もうとんでもない、まあ、そんなもんなんだよ。まあ、俺も昔結婚式でさ、うん、I love you でさ、A ちゃんのやったの、新郎が歌ったんだよ。俺は演奏ね。ああ、新郎が歌ってんのに聞かないからね。マジで、うん、あ、何なんだろうね。最初の10秒ぐらい聞くんでね。てか振り向くんでしょ、聞くっていうよりも。そうあれちょっともう集中していいよね、2分ぐらいね。まあね、難しいだろうね。なんで、ね、最後どういう締めだったのか、だから、あらびょうきょうだって、進路泣いちゃってさ、進路泣いちゃって感動しちゃって、自分で歌って、そうそう、進路慰めに来てるテーブル持ったらつったら泣いてんだよね。なんで泣いてんだよ。だからさ、すごいよ、その同窓会、もう50歳にもなると。そうだね、うん、ほとんどのテーブルが病気の話。まあそういうもんですよ。病気か薬でしょ。病気と薬とね、うん、あいつがむしろ入ってるとか、そんな話ばっかりだよ。まあ大体そんなもんだよね、本当に。じゃあね、やっぱ20代で終わりたいね、同窓会も。同窓会やっぱ20代30代ぐらいいいのかもしれないな。わざわざやんなくてもいいね、結婚式で会うぐらいで。あ、そう、うん、やっぱりどうなんだろうね。でもよくやるね。俺全然やんないよ、俺なんて。どうも、小太郎君あれだよ、だって2回しかやってないんだから、やってない方だよ。あ、そう、うん、俺1回もやってない。温度取りがいないの？いないね。クワドロ君なんかメニューの顔なんだからさ、クワドロ君やればいいんじゃない？小学校はね、あの卒業の時に第一回幹事は俺っていうふうに決まったんだよね。で、やってないの？やってないんですよ。やりなさいよ。いや、連絡もつかないしさ、今それやったってしょうがないよ。いやだってなかなか会えないんだよ、もう。だったらもう会わなくていいんじゃない？そういうことになっちゃうの？近所のスーパーで会ってさ、うん、おーっていうぐらいが責任なのに。それでいいのかな？いいんじゃないかな？思い出ってやつは。あえてさ、もう集まっちゃってさ、うん、またそれできちゃうやつもいるんだよ。まあいるよな、暇だからな。そう。結構ね。やだよ、俺それドロッとしたらもう。いやー、50になるともう泥もしてないんだよ。でも昨日俺読んでたさ、うん、黒い報告書っていうさ、うん、あの週刊新潮に載ってるさ、うん、あのまあ、実話を元にしたフィクションがあるんだけどさ、うん、あれであれですよ、飲み屋のおばさんができちゃったの50代半ばですよ。そんな年になって、あ、でもあれだよな、あの老人ホームでも奪い合いがあるっていうからね。そりゃそうですよ、やっぱ人間死ぬまであれ恋してんだね。多分自分が65になった時に、ああそうだったなと思うと思うよ。そうなの、うん、やっぱりって。そう随分子供にドロッとしたもん読んでんね。俺はドロッとしたもんしか読まないもん、悪いけど。やっぱ年取ってくるとさ、面白いもんでさ、うん、やっぱノンフィクションっぽいのが好きになってくるよね。やっぱりそりゃそうだよ、うん、だってフィクションなんかだってしょうがないでしょ。そうなんだよね、これだって俺たち小太郎君あのさ、うん、ザ・ノンフィクションっていうさ日曜日の番組をさどれだけ楽しみにして生きてるか、うん、そうなんだよね。あのハンダースのさ、うん、半世紀見たでしょ。見たよ。たださ、うん、多少なりともやっぱ業界も少し知ってるさ、うん、どこまで本当か分かんなくなってくる瞬間もあるんだよね。確かにあるね、うん、あのわざとこうね、ノンフィクションっぽく作ったフィクションなんじゃねえかこれみたいなね、うん、そうそう、まあ、番組だしさ。そうだな、あの時間にあれだけまとめてるってのはね、
でも、まあ、好きでしょ。やらせていただいてないんですよ。もちろんもちろんそう。だから、うん、いいとこだけつまめば、そう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 、また違うドラマが出来上がっちゃうってことだね、これね。そうだね。つまりは。そうなんですよ。だってさ、俺たちだってあれだろ、このポッドキャスト始める前はさ、すんごいおっかないバンドでさ、もう高飛車でクールでさ、小太郎くんなんかもう目白のボンボンでさ、遊びでロックバンドやってると思われちゃうんだよ、これ。そうそう。それそれでいいじゃない。それがもう喋った途端にこんなさ、14歳みたいな、まだ未だにね、ガキみたいなのさ、もうバンドやってるって言うんだから、これ。わかんないよ。でもそれで人気出ちゃったんだよ。だって P がすごい増えたじゃん。そうだね。まあ、で大阪のライブだと P わざわざ着て、あの T シャツ着て来てるやつもいたもん。そうだね。まあ理解者が増えたってことでいいことですよ。やっぱね、40もね、仲間すぎると理解してほしいね、人に。このまま理解されないね、寄せっていうかもう、老後はきついよ。わかる。ほら、髪の毛生えてきたあのバッドミュージックの門谷、社長、うん。ほら、ピローズとのツアーでずーっと待ってきてくれたじゃない。うん、で、なぜか、コレクターズの席にいるんだよね、あいつね。いつも、うん、まあ居心地がいいんだと思うんだけど、うん、で、あれバツイチで2回目なんだよ。そうだね。で、かみさん若いのね、うん、で子供がまだ小さいんだよ。小さいね。ガダーンっつって3回目はねえんだろうなって言ったら、うん、あるとしたら同い年だな言ったんだから。いやいや、50半ばの親父が、うん、つまりはボディより安らぎってことでしょ。そうだね、うん、だから理解されないで突っ張ってる、関係ないで突っ張ってるのもさ、うん、もうやっぱ若いじゃなきゃできないよ。そうだそうだな、うん、今あんまりね、そう突っ張れないしね。もうあと風邪ひいた時に弱気になるよね。弱気になる、あれほど弱気になることもないよ。孝太郎大阪の時も、孝太郎の時に俺も風邪ひいてたけど、随分楽屋は弱気だったもんね。弱気なんだよ。もうライブこうステージ立っちゃうと強気なんだけど、うん、降りた瞬間にまた弱気。まあギター持つか持たないかってでかいよね。あ、そうなんだ。あれが魔法のパワーを、うんうん、スターウォーズにおけるあの魔法のサーベルみたいになってる、コタル君に。いやだからさ、うん、まあね、たまにさ、本当にどうしても集中できない人があってさ、うん、ステージでわーって出てってもさ、うん、どうも何やってんだろう俺みたいな感じなんだけどさ、あーこうぐーっと集中してこないのね。そうそうそう、ショウト、うん、やっぱギターショウト、あピピッくん途端にこうやっぱりあれだね、ロボットゲージ系になるよね、うん、ああそうなんだ、うん、やっぱそういうもんなんだね。まあそれでいいと思ってんだけどね。まあでもそれでいいんじゃない、うん、オンオフがこうはっきりしないとさ、うんうん、人間つらいよ、うん、ずっとオンだと。だってこの間見たでしょ、あの DVD 編集してさ、終演後の楽屋 の, あのちょっと一杯飲んじゃってさ、どこの風呂上がりのおじさんなんだろうっていう。特に阿部くんね、うん、ワンアングリ阿部、うんうん、一日一回怒るからね。そうそうそう、時には渋滞における渋滞 の, あの割り込み割り込みね、割り込みの仕方について怒り、うん、ね、うん、ある時はね、受動体、そう受動体、英語の受動体に起こり、うん、いろいろなね、ワンアングリアで、その模様はね、うん、あのコレクターズのほらファンクラブ、うん、コレクトロンに加入していると、うん、この恐ろしい DVD が購入できるんですよ。そこで初めて権利が発生する、初めて権利が発生するんですよ。俺たちの裏が見れるんですよ。恐ろしい商売だね。恐ろしいよ。だって年間5000円だから。年間5000円か。5000円でコータルがあのほろ酔いキューちゃんが見れたらこれお得だよ。新聞だって1月4000円だからね。そっか、それくらい安いよね、うん、あ新聞やめようやめようと思って今月も言えなかったな。ダメだね。 いなかったから俺。いや俺うちもダメ、うん、どうしても集金に来られて目見ちゃうとダメだ。そうなんだよな、うん、やっぱダメだな、うん、はい、ちょっとお手紙、サブジェクト P でよかった、相手でよかった、あったったよね、セビレブン。あーよかった、あーあったね、今あった、相手で当たり前だもんな、相手でよかった、あの頃よかったね。カズマ君ちょっとこれ P ネームいいよ。ニーズマの秘密、ニーズマの秘密いいね。ニーズマ、うん、ニーズマとか団地妻とかに弱いよね、どうしても。あと同性、同性ね、うん、弱いな、弱いよ。あと官能ね、官能、うん、あと悶絶、悶絶ね、うん、悶絶はそうでもないな。どっちなの、どっちなの、どこまでなの、何なの、どこが境目なの、それ。ホタルコビクッとさせる。でも団地妻だね、やっぱね。俺なんか団地妻全然ピンとこないよ。そう、逆になんかもう本当フィクションな感じするよ。ノンフィクションじゃなくて、ザ・ノンフィクションじゃなくて。まあね、でもね、団地、コータルが騙されたい方だからね。分かってると思うけど、うん、あのウルトラセブンのあなたは誰っていう会話でしょ。ああ、あるよ。あ、その妻だよ。
どうすまだよって言われても、ただ単純に、まあ、昭和40年代とか団地多かったっつだけでしょ。まあ、そうだね。うん、まあ、デビューもあったね。あったけどさ。まあいいや、ね、熱烈 P の姉からお願いだから聞いてと言われ、お願いだから聞いてっていいだよ。低温やけど的なスピードで私も今、すっかり P になりました。うん、低温やけどなんだ。じわじわ来たってことだね。それ長いんだ、それが治んねんだ。孤独やったもんね、うん、低温やけど。私は今年の8月に入籍し、10月に結婚を死去しました。おお、それ新妻だね、すごいね。おめでとうございます。おめでとうございます。その結婚式の5日前、結婚指輪を紛失するという大失態を犯してしまいました、うん、あら、慌てて同じものを購入したってことは本当に紛失しちゃったんだね。見つからなかった。うん、そうだね。テンションは下がりました。そりゃそうだろう。落ち込みを夫に隠すため、池袋交差点24時を iPod で聞きながら夕食を準備して、まあ、まあいいよね、はい、この夫の帰りを待ちました。いいね。効果抜群、笑顔を取り戻せました。ありがとうございます。夫には言わずにバレていません、うん、このまま夫には内緒にするか、正直に謝るべきか、うん、お二人はどう思いますか、うん、それでは毎週更新楽しみにしています。新妻、うん、の秘密。いいんじゃん、ま、これ言わなくていい。女もなくていいよ、こんな言わなくていいに決まってんのと同じもん変えたんだしさ。そうそうそう、変えなかったらね、ちょっと、ね、あなたって感じ、あなたって感じするよね。言わなきゃダメだけど、うん、同じもんあんだったらいいじゃん、全然。そうだよ、あれだよ、前ほら何葬式行った時にほら、うん、革靴がボロボロになって最後、服部さん、うん、服部さん、服部さんなんかさ、うん、もうヘベレケに酔っ払ってさ、お姉ちゃんの店に遊びに行ってさ、何結婚してんじゃないって言われて、うん、調子づいて、うん、してねえよっつって全然取り取って飲んじゃったんだからね。俺で次のさ、あれっつって飲んじゃったっつって、ブツを中から探したってんだから。バカだね。バカでしょ、そんな男もいるんだからさ。まあ俺は言わなくていいよ、うんうん、ね、うん、まあ多少の嘘はね勝てないよね。じゃあまあこれは必要ですよ。へそくりとかね。へそくりもいいね、うん、今へそくりっていうのかな。昔言ったでしょ。当然へそくりだよ。クリへそとかさ。福田君持ってる持ってるあれで、俺だって金あったら全部使う男だよ。そうだよ、確かに。持ってると落ち着かないんだもん。そうだね。どういうことか知らないけど落ち着かない。終わりですね。イス。今後のコレクターズ17日が桑田のイベントですね。ユニゾンスクエアガーデンで一緒にやります。21、22が、横浜下北とあってるんですよ。これは一応売り切れてるので、まあ、当日券ちょっとお問い合わせしてもらって、ぜひともしてください。うん、ああの50になる。いいじゃないのね。やばい、これ本当だ。こっからはやっと大人の階段ですよ。随分なこと言うね、50で。50なんでね。あの頃50ったら死に損ないだと思ってた。死に損ないだよ。今で言うとまだ若い。なくないよもう。ツアーがありますね。11月27、28仙台エンツーデーズ、12月3日名古屋クラブクアート、12月4日大阪新サイバスジャニス、19日福岡ドラムロース、うん、そして来年1月8日渋谷アックスで、これ書いてあるんですね。アックスは満員にして、これはまたピーちゃん来てくれないとちょっとね困っちゃうね、うん、そう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 、普通は協力してくると思うけどね。ね、うん、まあ、休んとか休んでもらってね、何でもいいけど。そう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 、あのね、うん、無理してほしくないよね。無理してほしくないね。このアックスに照準しましたね。そうそうそう、新年だよ俺。そう、新年だ、いじけるよね。2011年だよもう。そう、しかも俺たち25周年だよ。そうだよ、だからちょっとここでね、まず今年は来年はこのアックスと、うん、まあ、その25周年記念で何かやるだろうから、やりたいね、うん、まあ、そこの2本だけは、まあ、これは強制参加だね。強制だね、うん、まあ、ただでピーちゃんなら来てもやな、たまには、うん、それの2本は強制参加、まあ、あとはまあ無理しないでもらって、ね、そうそうそう、まあ、詳しくはオフィシャルサイトで見てください。はい、ポッドキャストはスタジオ NOG スクラップウェブマージンのサイトがダウンロードできます。写真館もこちらですね。写真館も面白い、はい、何これ、あれなのよ、動画も載せられるの、ポッドキャストね、それ載せられないわけないじゃん。でつか、あれダウンロードされちゃうんだよ。そうだね。おやだな、横向きで卒業写真。だ10秒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 ならいいじゃん。10秒いこうよ。じゃあとりあえず預けてみるからさ。ロボット刑事系撮ったんだよ。横向きで歌ってんだよ。だ横向きで写すのがいいよね。いや、ノートパソコン逆さにしちゃえばいいんだよ、またパッと。趣味の、うん、デスクトップの人大変だよ、自分が体が横になっちゃう。いや、ほらリーダーが出てきて座布団引いてちょっとやれんだよ、デスクメモリー増設の時ね。そうそうそう、まず座布団引いてもらってですね、ふざけんなよ座布団とかよね、うん、パソコンと座布団つながんねえだろうと思って。
いいコラボだと思ったよね、うん、じゃあちょっと検討してもらってよかったら。わかりました、あげてもらいましょう。アドレスは、うん、studiomog.ne.jp/scrap、うん、はい、P メールブグスキジです。ブグロ24アットマーク gmail.com、うん、はい、じゃあ僕の挨拶、はい、デザーダウンロード、デザーダウンロード、いける。